岐阜県政ホットラインスタート。いまだ収束の兆しが見えない新型コロナウイルスの脅威。現在県内では感染力が非常に強い変異ウイルスへの感染が広がっており、重症者の増加や医療の逼迫など状況は極めて深刻です。実は今、感染者数の大半を30代以下の若い世代が占めています。自分は若いから大丈夫、自粛に疲れたからもうやめた、そのような考えや軽はずみな行動が大切な家族や友人、恋人やパートナーの命を危険にさらすことになるかもしれません。若い世代、30代の方の中にも重症となりエクモによる治療を受けた方がいます。たとえ軽症であったとしても、倦怠感や脱力感、睡眠障害、脱毛といった重い後遺症に苦しむ例が国内外で多数報告されています。このような後遺症が半年以上に及び、仕事や学校、日常生活に支障をきたす例も報告されています。決して他人事だと考えず、一人一人が危機感を持って感染対策に取り組みましょう。感染対策の大前提として、マスクの着用、手指の衛生、3密の回避、体調管理を徹底しましょう。こうした基本的な対策は現在猛威を振るう変異ウイルスにも有効です。さらに不要不急の外出は自粛し、飲食は少人数短時間で済ませましょう。またカラオケやバーベキューなどは感染リスクが高いことが分かっています。カラオケは飛沫感染のリスクが高く、バーベキューは屋外であっても大人数、長時間、大声になりがちで、実際にクラスターの発生が多く報告されています。新型コロナウイルスの感染拡大は若年層から始まって高齢者へ広がり、誰かの大切な人の命を奪うことがあるのです。現在県内における感染者の死亡率も高まっています。この感染症はただの風邪ではありません。自らの命は自ら守る、みんなの命はみんなで守る、感染対策へのご協力をお願いします。ストップコロナウイルス。